中日ドライチ、草加賞、右肘内側側副靭帯損傷。中日は16日、ドラフト1位、草加賞投手22、が名古屋市内の病院で右肘内側側副靭帯損傷と診断されたと発表した。靭帯か。いきなりこれは辛いな。少なくとも1、2年は無理そうだな。今の中日のドラ1で即戦力じゃないのは厳しいな。ま、トミー・ジュンやろな。さすがにトミー・ジュンコースかな。靭帯は無理させれんな。今年は体作りから始めてほしい。保存療法選んで奥川みたいになったら終わるし、トミー・ジュンで2年後活躍してくれ。これスカウト原稿かね。今の時期靭帯あるって大学時代にもう壊れてたのか。アジア大学さんさ。なんで中日ばっかこんなことなるんや。入団即トミー・ジュンか、山崎伊織の例があるから復活を期待したい。1位で取る選手ではなかったな。チュニドラの先発強いし、ゆっくり復帰してローテ入ってくれりゃいい。まあ本人は分かっていただろうね。ドラフトまで隠し通した草加の勝ちや。外れで競合したし、どこも怪我に抜けてなかったんかな。ルーキーといえど1軍2軍含めてイニング期待してただろうし、とりあえず急いで先発できる外国人取ってくるしかない。2軍回らなくて怪我人続出がまた繰り返しそう。きついな。しっかり直して活躍してくれ。